ありがとうございますどうも皆さん、えー、とこんにちは、えー、と最後の鳥、まあ、ということで、ですねあの若干緊張しながら登壇、えー、してます、えーと、ご紹介いただいた通りですね私、この仕事、を20年、えーこ過ぎ、ちょい過ぎあのやっております、でまず、ですねちょっと皆さんご覧いただきたいんですけれども、これあの、まあ、よく街中で、街中というか、やや郊外に出たところで見る、携帯電話の基地局ですね。 で例えば高速道路なんか乗ってるとですねこういう巨大な火星人みたいなタワーが至る所に出ているというのは多分ご覧になったと思いますで私は、ね、これをまあ変えたいというのがまあ一つの思いなんですねこのでっかい基地局を建てるためにはです、ね、非常にあのたくさんのお金と労力が必要になりますでこれを私たちは手のひらに乗るくらい小さなものにしてです、ね、しかも線がいらない 線がいいらないインフラ、携帯電話の基地局、モバイルの基地局というのをずっと長年研究してきました、なぜそれが必要なのか、これがどういうインパクトをもたらすかというのをですね少しお話をしたいと思います。皆さん、どれくらい電波を使っているかというのはご存知でしょうか昔のこれフューチャーフォンですね、ああたまにガラケーなんて言われて、<laughs> 今じゃ肩身の狭い、そう言いながらたくさん使っている方もおられると思いますけど、工事縁、ちょっと分かりやすい例でいうと、工事縁ですね。 えー、工事園だい大体1か月ですね3分の1冊ぐらいのデータ量をやり取りするというふうに言われたんですねでこれがスマホになると工事園3冊分、一月ですよでこれがさらにタブレットになると工事園6冊分なんですね。 これ増えてるんですよどんどんっていうのはスマートフォン上で展開されるアプリっていうのは無尽蔵に増えてくるわけですから次から次にそのデータハングリーなこのあのおじさんがでっかいハンバーガー食ってますけどもこういうデータハングリーなですねアプリケーションというのがうたくさん出てくるわけですねそうすると次から次にデータが発生してそれをどう収容していくかっていうのは非常に大きな問題になってきてるんですねこのまま電波の量が増え続けると一体どうなるのとフューチャーォンの時代はですねわりかしこうスカスカに まあ大体電話かまああの小さなブラウザーで見るキャラクターベースのものだったんでまだ良かったんですけどもこれがスマートフォンの時代になるとですねトラフィック爆発という言葉が言われるんですけども大量のデータがその無線の回線を流れていってえ大変なことが起こると。れはい 今です、ね、実際、あのモバイルキャリアさんどういうことをやっているかというとです、ね、いわゆる7ギガバイト規制というのをやっているんですね、1ヶ月7ギガバイトを超えた人には、ちょっと申し訳ないけど、あのボリューム落とすねと言って、ほとんどマッチングできなくしちゃってるんです、ね、まあ、こんなあのちょっと私から言うと、かなり乱暴なことをもう実はやってる、そうじゃないともう持たないというのが分かってますから、やってるんですね、えー、しかし、この規制をもってしても、やがて問題は起こるでしょう、そうすると何が起こるかというと、おそらく料金が高くなる、ですね通信料が高くなる。 でそれでもまだトラフィックが増えてくると速度がだんだん低下してくる LT っていうのは昔あれくらい快適に使えたのになぜか知らないけどここ数か月はすごく遅くなるということがおそらく起こるさらに最悪な状況に至ってはつながらなくなってしまうということが、えー、起こるかもしれない解決策はじゃあ何かとでここから、まあ、あのいやいや私がやってる研究のです、ね、本質に入ってくるんですけど解決策は難しくないですもう超簡単。 なぜ大変かというとですねあの火星人の基地局がエリア広いんですよねそうするとね例えば品川にあれと同じ基地局持ってくるとですね平日のビージな時間帯だと数千人とか下手すると数万の数の人がその1個の基地局にアクセスするわけですよねそうじゃなくてたくさん基地局打てばいいとあの質より量じゃないですけどねあの高度な通信技術を使うんじゃなくてとにかく物量でやっちゃえと。Google が あの巨大なデータセンターを作ったようにですねたくさん基地局をばらまいてやればいいそうするとですね各基地局がその負担するユーザーの数というのを減らすことができますのでそれが結果的に大きな容量を生むということなんですねその代わりたくさん基地局を打たなくちゃいけないということなんですねえっとこれはですねあのじゃあセル半径を縮めればどれくらいシステムの容量まあシステム容量というのは 我々の世界でいうと単位面積あたり、えー、1ユーザーあたりどれくらいのトラフィックど,うどれくらいのデータ量をさばけるかという指標でまあ表すんですけどもご覧のようにセルン境を小さくすればですね、えー、すごい勢いで容量っていうのを上げることができるんですねで問題はですねこのスモールセルをどうやって増殖させるのということなんです で私がこの研究を始めたのはもう十数年前からなんですけどもほ、えっとまあ、他の研究者っていうのはですね高度な数学のテクニックを使ってねミモだとか,なんか難しいあの通信方式っていうのをやってたんですね私はそうじゃないどうやってあのちっこい基地局をね打つのかと一番大変なのは何かって言ったらやっぱりあの基地局打つ時に工事のおっちゃん頼んでねあの壁に穴開けて線引っ張るの大変だよねと、まあ、超ローテクなんですけどそこに問題の本質を私は見出したんですよねじゃあそれをどう解決するか。 まあこれがわかりやすい図ですけども例えば半径10メートルの基地局をどうとするとこんな感じでたくさん線を引っ張ってこなくちゃいけないわけですねインターネットでつなげなくちゃいけませんからまあ配線時刻て私言ってますけどもこんなことが実際にまと,まともにやろうとするとね起こるかもしれない起ころうとしてるでこの配線時刻から逃れるためには何かというと私たちが出した答えは線でつながなきゃいいと無線でねその基地局同士をリンクさせてやってやればいいとね将来はねこれ電源すらもうなくしてしまいたい と思ってですよね今残念ながら我々が作ってる装置っていうのはごめんなさい電源だけはまだどうしようもないんですねだからあのどっかからバッテリーあるいは電源あの、まあ、コンセントがあればそれでいいんですけども引っ張ってこなくちゃいけませんけども、まあ、いずれはあの電池にしてしまって本当にこうワイヤーフリーなで、まあ、何箇所か当然ながらインターネットに抜けるラインっていうのはつながらなくちゃいけ,ない,いけないんですけどもそれ以外は全部無線でリンクさせてやると、まあ、こういうことを、えー、長年研究してきました。 えー、ただ、ですねその無線で何かしらやるっていうのは結構、実は大変でまず、ですねあの電波干渉なんですね、電波干渉。皆さんあの、の普段あんあまり干渉という言葉は気にされないかもしれませんけどあの例えば、ですね、まあ、この部屋でわーってこう人が大勢集まった時に喋るじゃないですか、そうすると喋った声が他の方の会話に干渉してしまう。 ことが結構あるわけですねでそれと全く同じことが電波の世界でも起こっているんです。目に見えませんけどね。目に見えませんけど。でこれをどう抑制するか。無線で、ね、各基地局をリンクして中継していくわけですから、当然ながら激しい電波干渉が起こります。こことの戦いどうするか。あと、電波というのはですね、扉を開け閉めするだけで動くんです。皆さんがちょっと動くだけで、バタバタバタって電波って動くんですね。それをどう処理するか。あと、一番重要なんですけど、周波数。周波数というのは人類に限られたあの与えられた唯一の資源ですから、そこをいかに。 するかだって既にねいつに携帯電話も使ってるテレビも使ってるラジオも使ってる周波数っていうのはもうほぼ空きがない状態なんですほんのわずかしかね使えるのはそのわずかな周波数をどう使えばいいかいろんな人がチャレンジしてきたんですチャレンジしてきたけど失敗してきたんですでも私はねめげなかったもうとにかくこれをなんとか実現してやろうとで実現したのがそこに書いてる、まあ、あのアンテナ6本ついたちょっと不格好なあの、えー、と雲みたいな形した装置なんですけどもえっ、ー、と われわれが導いた答えっていうのはあの実はシンプルでこれまでの皆さんがやってきたやり方っていうのは一般道だったんですね、一般道でたくさん考え方はこうなんですよたくさんその多段でこう無線で中継するときに信号機を設けてやってその信号機をうまく調整することによってなんとかこの問題をね解決しようとしたそうじゃなくてわれわれちょっと発想を変えてね高速道路でやろうと高速道路でやる高速道路でやるっていうのは迂回しなくちゃいけない場合もあるんですね。 迂回しななくちゃいけないでこれをね皆さん先入観があって迂回はダメだ最短で行こうっていうことばっかり考えていますそうじゃない迂回いいと迂回いいんだけどそこの道路っていうのは100キロで飛ばせと、まあ、これがまあ簡単に言うと我々のアイデアなんですねでこれを実現実際に実現して装置としてまあいろんなところでも実用化されています例えばあのこれ あのこの福岡ですけれども、キャナルシティですね、ここには140台の私が、われわれが作った装置っていうのが動いてます、もう4年ぐらい動かしてるんですけども、88%のケーブルを削減しました、10分の1です。で、なおかつ、今の携帯電話のシステム容量,容量の、ね、60倍ですね、これくらいの容量を達成している、他にも天神地下街ですね、これもわれわれがやりました。をを設置して85の、LAN、ケーブルを 作品していますあんな広い空間ですけどたった4本のランケーブルで動かしてですね年間20万人の人がこう使っています、えー、それから、まあ、これは和歌山の例ですけどもリゾートホテル90台設置して70%のランケーブルを削減しましたもうほとんどですねだいたい実用化に戦するぐらいまでの、えー、強制ぐらいまでの、えーまあ、レベルに来ているということなんですねでこの後スモールセールどこまで進むか当然さっきあの最初申し上げた通りですね そのアプリケーションっていうのは無尽蔵にこれから生まれてきますからどうにかしなくちゃいけない例えば10年後を見たときにどうなるか大体1年で2倍増えてるって言われてるんですね1年で2倍ですよそうすると10年で何倍かというと1000倍に増えるってことなんです1000倍ですよ1人使ってるユーザーが10年後には皆さん1000人分の回線を使うってことなんですよこれは要するにねこれをやるためには半径おそらく10メートル以下ぐらいのものを作らなくちゃいけない10メートルです半径10メートルって言ったら大体見,見渡すどっか1個,1個ね基地と行かないといけない これを実現するためには線引っ張ってられへんやろうと、ね、とにかく小さく軽くできればもうそこに書いてるみたいなですねマッチ箱ぐらいの大きさにしてしまってですね両面テープでこうペタってくっつければねそれでもう OK とそれをひたすらばらまいていってですねあの将来のトラフィック爆発に備えるという研究を今私はやっています当然これはあのやっぱ大きいのはですね小型化もさることながらやっぱりエネルギーなんですね。 えー、そこをどう解決するかバッテリー、まあ、一ついいのは電気自動車というのはこれがどんどん入ってくるでしょうから、ものすごい勢いで今、バッテリーの技術というのは進歩しています。ね、今まだちょっとこれを実現できないんですけれども、おそらく10年後にぐらいには、ね、あの1年ぐらい持つものは作れるかもしれませんね。例えば1年持つと、ですね基地局自体を消耗品のびにしちゃって、ですね、まあ、バッテリー切れたらそれを取り替えればいいと、ね、もう消耗品のごとく扱ってですねやるようなことも当然考え,ると考えられると思います。ももっとと言うとべ別にマッチバックじじゃゃなくてもいいじゃん 例えばその辺、電球あるでしょ、その中にね、きちく埋め込んじゃって、やりゃいいじゃんと、電源タップの中に埋め込んじゃえと、こうやることによって、意図せず、意図せずとも勝手にこうネットワークが広がっていくっていうね、今までの,あの火星人みたいなあのでっかいきちもいらんと、ね、皆さんのそばにさ見えないところにいっぱいあるという世界を、私は今、作ろうとしています。で、あの最後にですね、まあ、もうちょっとわかりやすい、じゃあ、これがどういうふうな技術として使えるかと。でさっきあの 天神地下街だとかキャナルシティの話をあの申し上げましたけどもえっと w i f i ですね皆さんよくお使いでしょうから w i f i の例で言いますこれですね天神の大名でですね私たちが実際にその w i f i の信号がどこまで来てるかっていうのをあの測定したんですねグリーンのエリアがこれ w i f i の電波が来てるところなんですけどもこの場所で仮に w i f i をオンにすると何が起こるかある場所では使える5メートル動くと切れちゃうんですよ これ非常にに使いにくいくんですよねだから結局、皆さん外に出ると w i f i 使いにくいからもう切っちゃえって言って電源オフにしてる場合が多いんですよね。そうじゃなくて、我々はさっき言ったケーブルいらずのインフラを使うことによってここをすべてグリーンにしてしまうとその背,景背後になっているのは非常にシンプルな奥田だけ基地局置くだけ基地局をひたすらばらまいていく電池が切れれば降下すると、まあ、こういった世界をです、ね、今作ろうとして頑張っています。はい、以上ですどううもありがとごございましたご清聴